9月8日土曜日19時から水谷豊が主演する時代劇スペシャル無用庵隠居修行に TS 朝日が放送。この度、水谷をはじめ岸辺一徳、南麗が撮影の合間に取材に応じた。本作は、昨年9月に BS 朝日にて放送された、無用庵隠居修行の続編で、騙し絵歌麿シリーズの水。谷と吉川一義監督がタッグを組んだ、笑いとサスペンス、感動ありの痛快エンターテインメント時代劇。水谷演じる主人公、日向半兵衛は、直参旗本の大番士だったが出世の子。としか考えない同僚に剣気が差し、無用庵で隠居暮らしを始める。慎太郎、田中居昇を養子に迎え、隠居生活も板についてきたが、長年半兵衛の世話をしている用人、勝谷彦之助、菱部は、若殿、慎太郎の世話をしつつも大殿、半兵衛の様子を、見に来ては、半兵衛に惹かれている、おてんば、七つ、段、との縁談を進めようと画策。半兵衛も夏についてはまんざらでもないのだが、欲を捨て去り隠居をした身。今さら妻をめとる気などない、と言い放ち。国民的ドラマ、相棒、では岸辺が水谷の上役を演じていたが、本作では逆転の立場をとっており、主従を超えた絆で結ばれている半兵衛と容認、勝谷のコミカルなやりとりも魅力の一つ。第2弾では半兵衛、勝谷、夏の3人を軸とした人間模様と、新たな事件が書かれる。前作から続投となった水谷は、去年の撮影中に、またできたらいいな、と話はしていたのですが、気がついたら京都にいました。2本目をお送りすることができてよかったです、と喜びを語ると、段も、前。作がとても楽しくて、パート2があったらいいなと私も思っていました。こうして水谷さん、一徳さん、監督、スタッフの皆さんにお会いすると、帰ってきたぞ、ただいま、という感じで撮影所に入りました。まだ撮影中ですが、密かにパートさんがあれば、とすでに思っています、とノリノリ。岸辺も、水谷豊さんの容認をしてもいいかなと思うぐらい楽しいです。あっという間に一日の撮影が終わります。うっかりしたら連続ドラマでもいいんじゃないか、と思うぐらいの面白さ、とチームワークの良さを語る。続けて、僕が勝手に思っているのですが、この作品では現代劇のドラマではあまり見えない水谷豊さんの日常がすごく見える。そそっかしいところとか、役そのものが水谷豊さんという感じ。そこに面白さが山ほどあるといつも思っています。そこがドラマの魅力にもなっていると思います。と明かした。そんな水谷と岸辺を前に、段は、息の合ったお二人の間にどう頑張っても割り込むことはできな。いので、夏が半兵衛を追いかけるように、私もお二人の後ろを追いかけてやっています。今回も夏の、おてんば、は健在です。前回ほどではないですけど、ちょっと、おてんば、しましたね、と、いたずらっぽく笑ってみせた。あらすじ、洋人の勝谷、菱部、に誘われ、箱根への温泉旅行へと出かけた半兵衛、水谷。旅籠へやってくると寺社奉行の田代孫三郎、本田博太郎、が突然立ち寄り、部屋を開けろと大騒ぎになっていた。
おかみのおゆたか、岸本かよこ、らが大慌てで部屋を確保したものの、今度は売春風情とは同宿できぬと。病気であるにもかかわらず、伊豆市藩家中の岡井哲三郎と息子の八八郎、稲葉優、を追い出そうする。これは放っておけないと立ち上がった半兵衛だが、岡井武士は仕方なく部屋を出るという。ならばと半兵衛らは、動くことができない哲三郎を戸板に乗せて八八郎と遠野沢へと送り届ける。やれやれと帰宅した半兵衛と勝也だったが、なんと今度は夏、暖、に縁談が持ち上がっていた。心中穏やかではない半兵衛、勝也が持参した紹介状に関心がない風を装うものの、なんだかんだで見てしまい。本記事は、テレビドガッチから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。